西森千香は元札幌テレビアナウンサー。血液型は B 型。身長164センチメートル。同局のアナウンサー時代には出演番組で西森千穂という表記を用いることがあった。夫は北海道日本ハムファイターズスペシャルアドバイザーの田中健介。結婚後は 本名の田中千方明駅で学校法人札幌インターナショナルの理事長として活動している。高知県高知市の出身で土佐塾高等学校から愛知宿徳大学文化創造学部文化創造学科へ進学。大学卒業後の2008年にアナウンサーとして札幌テレビへ入社した。同期入社のアナウンサーに山藤道と松下幸子がいる。 札幌テレビへの在籍中は看板番組の土産庫アイドで生中継や特集のリポーターを担当。2012年1月に当時日本ハムの内野手だった田中健介と結婚したことを機に3月30日付で退社した。退社後の2014年9月に第一子を出産。田中が現役を引退した2019年からは 学校法人札幌インターナショナルの理事長として、2022年度を目途に札幌市と平区内で田中学園立命館、軽症小学校の開校を計画中。この計画には、将来北海道を引っ張っていく子どもたちのために何かやりたいという田中の意向が反映されていて、開校後は田中自身が教団に立つことも予定している。ありがとうございます。